加減にしろよ。はい。はあ。ええ。沢先生、もう構わないで。三越芝博の殺害には、私には、江原さんは三越芝が敏郎君でも第三者委員会も裁判所もそんな事実、どっちが本当なんですか教えてもらえませんか。4年前三越芝と敏郎君に何、知りませんって。私は何も、俺は明日拘置所にいる江原さんと話をし、昨日は三越芝が殺されたなぶり殺しです。江原さんは三越芝が殺されると知りながら、まるで自分だでも本当にアピールしたかったのは多分そこじゃない。江原さんは自分が息子のための服、その下絵の主は三越芝博と言います。そんな江原さんと明日渡り合うには、俺に4年前本当に彼の、今俺が、その答えなら変わりません。待ってください先生。え、失礼します。この写真の彼が江原敏郎君ですよね。それでも三越芝のいじめがなかったというんだ。そしてどうですか。4年前、私は英語教師になって
この学校に転任してきたばかりでした。早く馴染もうと努力していて、やっと周りの顔と名前を覚えてきた頃です。放課後この屋上で一息入れてたところに敏郎くんが逃げ込んできたんです。どうしたのって聞いたら、人差し指を立ててよく見たら鼻血を出してました。そしてその後三越場くんが敏郎くんを探しに現れたんです。私は見てないよと答えました。だって敏郎くんの表情が状況を全部物語ってたから。三越場のいじめを受けてたんですね。ええ、その後敏郎くんから聞きました。三越場くんたちと一緒に学校を出ると遊びのお金を払わされるんだって。彼らも初めは冗談半分だったらしいんです。敏郎くんがクラスの平均点を下げたからお詫びにクラス全員にジュースをおごれと。でもそれに三越場くんは味を占めたようでした。彼は成績が良くて、補習してやると言っては取り巻きと一緒に敏郎くんを連れ出し授業料を取ったんだそうです。お母さんが働きに出てる日は敏郎くんの家にも押しかけていき、夕食にと置いてあったお金も授業料として何度も取った。そして敏郎くんはお金を払えないとき学校で殴られたりトイレで土下座をさせられたんです。誰もその様子を見てなかったんですか？少なくとも私たち教師は。生徒らの中には見てた子もいました。それで私は彼らの担任の先生に報告をしたんです。敏郎くんから聞いたことを全部。その先生はベテランで私よりもずっと経験豊富な学年主任でした。そしてこう言ったんです。3年生はもうすぐ卒業だ、もう学校が騒ぎ立てる時期じゃないと。ありそうな判断ですね。実際成績優秀な三越場くんをいじめ加害者と名指しするには証拠がありませんでした。敏郎くんの話を裏付ける客観的な証拠が。でもやっぱり何か介入して手を打つべきだったんです。私にはそれが分かってなかった。先生、結局私がやっていたのはなるべく校内で敏郎くんが一人きりにならないように目を配ることだけ。それはだから3学期が始まる最初の朝、敏郎くんは自分の部屋で首を吊りました。ドアノブにタオルを引っ掛けて。それであなたは三越場を問い詰めた。敏郎くん、ええ、三越場くんはいじめなんて知らないと言いました。ただ私は生徒たちから無記名のアンケートがとそこに見たけど、その後の裁判でいじめの事実は、そういうアンケートがされたんなら、いじめを調べた第三者委員会はおまけにアンケートを取りまとめたのは。ところが彼はいじめを見たという回答を全部握りつぶしてたんです。自分がいじめの報告を受けたのに黙殺してたと知れれば。それじゃあ何のための第三。ネットには校内のいじめを指摘する声もありましたが、敏郎くんの父親は都内に別居。そこにつけ込んで、あの担任はいじめはなく校長にも理事長にも言わずに独断で。そして第三者委員会は三越場くんたちが卒業する直前、いじめの事実は確認できなかったと調査結果をまとめました。なんだよそれ。日本では今小学生から高校生まで子供が年間300人自殺しているそうです。そのうちいじめが原因とされるものは 3% 以下。
釧郎君のケースはそこに含まれないと判断された。第三者委員会の報告に江原さんは納得できませんでした。それで清涼高校に訴えを起こしたんです。裁判は長引いて、もちろん私は敏郎君に聞いたまま。でもその時、あの担任が自分に都合の悪いこと、アンケート、あちらも私を味方に引き入れるためにそこまで追い詰められた。私は敏郎君、彼はご両親にも、でもだからこそ彼のする確実、そえっ、でも今日もう、そう、あの先生は御子柴のいじめがあったことやアンケートが握りつぶされたこと、他にも誰かに言いました？いえ、言ってません。八神さん、私ね、自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんです。男の子が同級生たちに追い詰められて校舎の屋上から飛び降りました。屋上から？なんとか命は助かったんだけど、13年経った今も昏睡状態です。ずっと眠ったままその子は、ミツル君はこの先目を覚ますかどうかも分かりません。お母さんが一人お役所に勤めながら一生懸命育ててたのに。お気の毒です。その時の担任は、ミツル君がいじめられてるところを見てもやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。なのに敏郎君の件では誰もが責任を免れた、私も含めてです。誰かが責任を取らなきゃいけないとしたら、その一番手は御子柴です。江原さんもそう考えたんだと思います。子供の頃、私は無邪気に先生になるのを目指してました。ミツル君のことがあってからは使命感すら覚えました。なのに私には何もできなかった。しばらく寝とけっての。
時間食っちゃったよ。負けらんねえな。